1920年のヌイー条約によってブルガリアからセルビアに割譲された領域西方湿地はセルビア南東部の一部の地方を指し示すブルガリアでの用語。これらの領土は第一次世界大戦後の1920年ヌイー条約によってブルガリアからユーゴスラビア王国に割譲されたものである。これらの領土はブルガリアのナショナリストの間では 当然ブルガリアに帰するべきブルガリア本来の土地とみなされてきた。これらの領土を西方湿地と呼称することはブルガリアのナショナリストの立場に立ったものであり、セルビア側ではそう呼ぶことはない。1991年に行われた国勢調査によると、この西方湿地に位置する2つの都市、ボシレグラードとリミトロブグラードの人口のうち、民族別で見て最大を占めるのは、 ブルガリア人であった。セルビア領内にあるこれらの領土は合計で1545平方キロメートルに及ぶ。セルビアの民族分布図。2002年の統計調査による。南東部にブルガリア人が多数派を占める地域があることがわかる。ブルガリアの国家的英雄、バシルレフスキノ像の上幕式、ディミトロブグラードにて、セルビア側の視点から見れば、この 正方湿地という用語そのものが議論のあるところである。いくつかに分かれた、とびとびの複数の地域をまとめて、正方湿地と呼ぶことはナンセンスであり、それらは地理的にも政治的にも結びついてはいない。これらの地域をまとめて、正方湿地あるいはその他の用語でくくることは直ちに、領土問題を想起させる。この点は、ドイツとフランスの間のアルザスに見られた問題と同様である。 生ジョ教会。ブルガリア国家によって1892年にザリブロトに建てられた。これらの問題を考慮してか、1948年以降、この用語が公式にブルガリアとセルビア政府の間で使用されることはなかった。1948年、ユーゴスラビアのヨシップ・ブロズッチ島とブルガリアのゲオルギ、ディミトロフの間で交わされたブレッド合意によって、 西方湿地のブルガリアへの返還が合意された。これは、ブルガリアとアルバニア、ユーゴスラビアの統合によるバルカン連邦構想を抱くスターリンの後押しであったと考えられる。しかし同年の地頭とスターリンの決裂、ユーゴスラビアのコミンホルム追放などによって、このブレット合意も破棄された。この西方湿地の用語は1990年に再び持ち上がってくるまでの間、 国際政治の場では使われることはなかったが、ブルガリア国内では社会的、政治的に幅広くこの用語が使用されてきた。これは浜松市とほぼ同じ面積である。ありがとうございます。